として、いいライブを皆さんに届けていきましょう。よーが、タイム。無事に3公演に来たことがほっと安心してますし、まあ、今後も、いろんなことに挑戦しながらライブを中心に表現させていただきますので、レンジレンジよろしくお願いします。まあ、みんなやりたいことをそれぞれ詰め込んだ、まあ、企画だったんですけど、また苦しくならずリラックスしてみんなで楽しめたんじゃないかな。結構継続性もありそうなモードだったので、それはすごい良かった部分じゃないかと思います。アンケートを取ってマニアックな曲が中心になってきたので、その曲たちがこう蘇るというか、そういうところがあったので、そういう面ではすごい嬉しかったなと思っております。またね、可能性が広がったんじゃないかなと思います。ありがとうございました。3公演のツアーっていうのがなかったので、ツアーっていう感覚がなかったんですが、ツアーも決まって、これも含め秋のツアーも含め全部同じツアーかなという考えにしてます。意味わかります？おおきに。本当に、おんぶに抱っこで、ファンの皆さんに乗っかって、もう自由が許される場所だと思って、行き放題やらせていただいたんだけど、よかったっすね。好き放題やればやるほど、喜んでもらえてるみたいな感覚があって、普通じゃ物足りない体になってるんですね、FC の人たち。これでちょっと味しめたんで、次もしあるとしたら、よりもっと自由度を高くして楽しみたいですね。ちょっと最後の終わり方もいつもせっかくいいライブしても最後あんな形で終わってたんですけど、逆にそこのクオリティを上げずにって感じですかね。楽しみでやります。ありがとうございました。